気象速報をお伝えします。兵庫県に大雪警報が発表されました。詳しい地点確認していきましょう。兵庫県の豊岡市、養父市、朝来市、宍粟市、香美町、新温泉町で大雪警報が発表されました。以下のエリアでも風雪注意報や雷注意報など広く警報注意報が発表されています。そしていただいたリポートを確認していきましょう。こちら兵庫県豊岡市の方からいただきました。こちらでは雪が降っていますといただいています。雪の降り方も少し強まっていて、風に流されて少し横にですね、斜め方向に落ちていることがわかります。この後の積雪の急増などお気をつけください。この後の雪雲の流れ込みの予想を見ていきましょう。兵庫県のあたりですね、北部を中心に雪雲が流れ込み続けていることがわかります。17時頃になると少し弱まるんですが、まだですね、夜まで雪雲流れ込む状況続いていきますので、この後もですね、強い雪の降り方に注意してください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースから確認することができます。ぜひご活用ください。